おはようございます。そらしのです。蔵王の、今回温泉街に、そうね、ちょっと降りてきたとこ。そうです、先週は山の上の方行かせていただきましたけど、山頂まで行ったからね。温泉街を最高やんか、散策しようじゃないかということでございまして。よく来ますよ、蔵王。本当ですか。僕たちがいるのは山形市蔵王。蔵王は県内有数の温泉地。開湯から1900年と県内で最も歴史が古く、硫黄の香り漂う温泉地なんです。テーマの方いただきましょうか。テーマ、はい、今回ね、温泉街に来て、蔵王温泉の秘密と。それ言わん方がいいと思うよ。だって秘密やから。あの、実はボイラーなんだよね。いや違います。そんな秘密ございません。やめてください。源泉です。今回ね、あの温泉街にある高湯堂というところで、高湯堂、はい、あの蔵王温泉の秘密を探るイベントをやってるそうなんですよ。なるほど。その秘密を探りに、じゃあ、早速行ってみましょうか。行ってこいや。あ、行ってきますよ、じゃあ俺。こっち。あ、逆です。あ、向こうやったんだ。こっちか。向こうかい。ジンギスカン屋さんもあんねや。わー、いいね。いいね。あれ、お前さっきの高湯堂ってこれじゃない？あ、ここや。高湯堂、あ、高湯堂さん書いてあるわ。あ、温泉コーディネート高湯堂ショップ、コーデショップ。へー、お邪魔します。お邪魔します。失礼します。わ、なんかいろいろ置いてある。こちらは温泉コーデショップ、そうですね。山形人竹直也さん、東海林美希さん。こちらは温泉や温泉街をより楽しむためのアイテムを揃えたセレクトショップなんですよ。買い物をしてさらに温泉を楽しんでほしいと。あ、あら、桶とかあるわ。桶とか、これいいね。風呂入る格好とかもこれで行くわけね。で、夏用の羽織なんですけれども。店主、はい、来てますね。はい、あ、お店の方が本来てるね。可愛らしい。奥様ですか？勝手なこと言うたわけやん。奥様ちゃう。コンセプトがあなただけの温泉コーデと言いまして、あなたらしくより温泉や温泉が楽しんでもらえるように、はい、こういう衣服、アパレル関係のグッズですとか、あとはタオルや手ぬぐいですとか、はい、あ、そういったものもですね、扱っておりまして、皆さんの方でですね、まあ、お好きなようにチョイスしていただいたり、私たちの方でコーディネートさせていただいて、らしく楽しんでもらうというショップです。竹さんコーディネートできるって言ったから、ちょっと選んでもらう。お、親に似合う。僕らやったらモンペコーデ。あ、いいですね、はい、ぜひ。まあ、一番落ち着いた柄です。こちらのネイビー、はい、ネイビーに合わせると基本的にどんなお、上着でも合うのかな。このシャツね、イカシで。こちらの着なりのクリーム色ですね。ネイビーの T シャツやから、白で、まあ、確かにね。で、合わせると涼しげに履いていただけると思います。はい、コーディネートしていただきまして。結構あの涼しげで楽だよね。楽ですよ、そりゃ涼しいし。さあ、ここからテーマにありました秘密、秘密というのは何でしょうか。はい、と、一昨年からですね、蔵王温泉をフィールドに謎解きのイベントを実施しておりまして、今日その謎解きの一部のフォトテーリングのイベントを楽しんでいただきたいなと。フォトテーリングというと、はい、思います。後ほどカードをお渡しするんですけれども、はい、そのカードに、秘密の場所が何箇所か、描かれてるんですね、その場所を発見して巡っていただいて、あとはまたこちらの高井戸にご報告いただくとタオルをプレゼントさせていただくという企画でございます。こちらが夢ぐりパスという機能がありまして、このタオルをですね、対象施設に持っていくと、毎回入浴料金が割引になるという。はい、現在17施設対象になっておりまして、蔵王温泉に何度も足を運んでいただきたいなという思いでですね、企画したタオルです。こちらがですね、フォトカードと言います。フォトカード、フォトカード、はい、1番から6番まで番号を振ってるところに写真があります。はい、この場所を制限時間内1時間以内に探してくると。探していただきます。じゃあ、これはテレビをご覧の皆様は実際カードもらって写真、そう、見せない、確認してみてください。答えが出ちゃう、ね、そう、答え出ちゃいますから、はい、うん。さあ、今回特別に竹さんにもご同行願いまして、じゃあもう教えてもらおうよ、全部は、ね、教えてもらうとかやめてください。ちょっとヒントもらいながら、ね、俺もだってここ、さっきも言ったけど、はい、ここ歩くん初めてだし、初めて来たとこですからね。あ、なんかもう早速ぽいぞ。俺ここ来たことある。
ごめん、来たことある。あるやん。ちなみにどういう施設なんですか？ここは下湯共同浴場と言いまして、共同浴場だよね。はい、蔵王に3カ所共同浴場があるんですけど、そのうちの一つですね。ヒノキか分かんないけど、その昔っぽい感じの雰囲気のとこなんですよ。ヒノキ作りとか木で作ったよね。そうそうそう、はい、こういう感じの。いいですね。いいですよ。めっちゃ安いんですよね。はい、200円で入りいただけます。だからもうそうやって払うんでええかと思って。いや、払ってくるんだ。これ、なんかありそうやな。ん？なんか違うぞ。違うと思うな。なんか違うな。違う。なかなか難しい。あ、本さん。何？あそこ。あれ。あ、これ。これやな。これちゃう？うん。えらい近くで寄ったるけど。ほらほら。地図できてきた。よっしゃ。オッケー。完成。ちなみにここ通り名が。高湯通りでしたっけ？そうです、ね、うん、っていうところですけど、なんでまだ高湯通りなんですか？そう、こちらがですね、はい、実はもともとこの温泉地高湯温泉という名前だったんで。あ、名前違い？高湯温泉だったんだ。はい、1950年、はい、まあ、約70年前に蔵王温泉と改称をしまして、そこから蔵王温泉という名前になりました。じゃあ元の名前がそのまま名残として残ってると。はい、そうなんだ。そうなんや。え、あ、そういうとこもありえる。違うな。今あの川緑色になってますよね。なってるね。すごい。こちらが、うん、あの酸性で生きられるバクテリアなんですよ。そうなんですね。苔とは違ってバクテリアの色なんですね。そうなんです。見たことない川の色してるもん。はい。ここでよう来るんですよ。ここ。この右奥か、そうする、いいっすよ、ここ、マジで。あ、面白い。あれ、ああいうこじんまりしたとこ入っていくんや。めっちゃ良くない？いいですね。雰囲気。雰囲気、あのちょっとバンガローチックな感じでね。そうそうそうやね。お？これ、景色そこだね。あれやね。あのおーおー、はいはい。このね、横に流れてる、この、なんていうんですかね、そこと言いますか、そこのとこが湯の花がいっぱいついてて、めっちゃ綺麗。これもなんかその温泉街だけにしか見えない景色というか。確かにね、うん。じゃあこれが、まあ、この番号。じゃあこちらの共同浴場の裏手、はい、少し広場になってるんですけども、はいはい、お湯が溜まっている場所ですね、はいはい、そこも結構昔の話なんですが、はい、馬がですね、はい、温泉を浴びていた場所なんですね。あ、ここで。はい、昔も車ない時代は、それこそ馬に、来てたんですけれども、そこで、まあ、人はここで入って、馬はあっちで入ってた。あ、なるほど。馬も追い気持ちいいっていう感覚あったんだ。そうです。そこは寒い時とかやったらあるんじゃない。でも あと疲労してたりとかするとね。もしかしたら。へえ、あ、面白い。はい、なんか歴史感じる。面白い。今はこれで、これでね、車とか洗ったらできる。いや、ここで車洗ってもらできるじゃん。すごい、いや、街の中ですよ。上から流れてくる感じするから、はい、出てるとこ違うんかもしれないけど、上質な感じするタイプ。なんかね、上流じゃないですけど、まあ、水車や。あれ、なんかこの辺なんかありそうやな。違う、水車、水車。水車もあるな。すごい、なんで水車あるんだろう。これ水車なんなんですか。なんなん水車。今はモニュメントなんですけれども、はい、実は昔ですね、の伊賀餅というお餅を作る。あ、こっちあるよね。聞いたことあります。食べたことあると思う。お餅の原料、米粉なんですね。はいはいはい。その米粉に、あ、米を引くときに水車の動力を使って。これ使ったんだ。ちゃんと動力で使ってたんや。はあ、いいね、風流。すげえ。ちゃんと商業用として使ってたっていうのがあるんですね。あら、伊賀餅をお持ちしました。結構いただいたことあります。 ありがとうございます。だね、これ綺麗のよ。これが稲のお米の黄色、はい、稲の黄色ですね。稲の黄色、はい、を模してやってるんだね。蔵王のあれなんだね、うん、そうですね。と元々はですね、あの三重の伊賀の国、はい、あ、だから伊賀餅と言われているんですね。らしいっすね。そうなんや。あ、うまい、うん、甘さもそんなにしつこくなくて美味しいよ、これ、はい、疲れた時とか汗かいた後いいですよね。ですね、うん、ちょうど今こうやってミステリーハントで歩き回ってるので、はい、まあ、ちょっとしたお休みに、確かに、いいのかなとは思います。いいですね。うん。
え、だからあれじゃないの、鳥居じゃないの、どの辺、神社、この辺、結構足元に注目するともしかしたら足元に発見できるかもしれません。オッケー、当たって見つけた。なるほど、これは見落とすかもしれない。だってあの木を取られるトラップがいっぱいありますから。いい、これはいい問題、うんうん、そうだね、ちゃう方やっていくと思うから。見ちゃう、他を。いいですね、これ。でもこんなね、隅々まで蔵王を歩いたの初めてよ。確かに、周り気にしながら歩くってなかなかないね。大体あそこの温泉行こうとか言っても、うん、そこを目的で来ちゃいますからね、うん、そうですね、これはいいですよね、うん。やっぱりこの高井通り、まあ、周辺をもっとですね、うん、歩いて回ってもらいたいなという思いもあって今回のコースを設定しておりますので。いいですね。いや、まんまにはまってもたな。ありがとうございます。普通に楽しめるで。竹さんの思い通りだわ。こんなん絶対来たことない、こんなとこ。あれ、あ、これあれ、おいおい、あれ、あと一つちゃうわ。たじゃん、これやん、これありましたね、ラス1。おお、これ今一番分かりやすいわ。ここゴールデンウィークあたりですね、これ桜の木がですね、満開になるんですよ。まあ、花見はできるような場所になってますので。いいですね、確かに。でも見つけましたね、全部揃えましたね、これで。いいですよ、これで全部ゲットしました。おめでとうございます。やだー。全問正解しましたので、はい、こちらの夢グリタールプレゼントいたします。はい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、すげー、かわいいこの感じね、手ぬぐいっぽくて。これ達成感またひとしおやな。暑かったからね。いいですね。さあ、でもイベント参加させていただきましたけども、はい、新しい今後またイベントっていうのは考えてらっしゃるんですか？そうですね、はい、今はですね、こちらのこけしアートといいまして、うん、セリフスタイルで自由に絵付けをしていただくようなイベントです。ほうほう、はい、家族連れやカップル、あの皆さんに人気ですので、温泉街の、思い出としてぜひチャレンジしてみてください。あ、これ自分たち描いてんだ、はい、確かに普通のがタキシードみたいなスーツ着てたりとかね、うん、かわいい、かわいい、本当だ。今言うたら温泉ね、うん、我々まだ何回か来させてもらったことありますけど、蔵王温泉ね、改めてどうでした、来てみて。あんな路地とか入ったことなかったし。確かにね、うん、そういう発見はあったと思いますね。いや、まあ言ったらこうやっていろんなイベントを通して蔵王の知らなかった一面知れるっていうのは本当にいいですよね、うん。でこの足湯だと、うん、もう今日お風呂入らんでいいじゃん、もうこれで。いや、まあ足湯でオンリーで OK みたいな。体も洗ってください。最高ですよね、疲れが取れていいよね。確かに、歩き回った後、ちょっとここで使って、うん、あの癒してね。そう、蔵王の街を歩き回させられたじゃん。いや、言い方、ロケやけど。蔵王ロープウェイでは、9月中旬まで、期間限定でサマーナイトクルージングを開催します。蔵王の山頂からの夜景や星空鑑賞など、昼間とは一味違った蔵王の魅力を感じることができます。